はい、こんにちは。今日はね、すごく天気いいですけども、今日もね、レモンお送りしますよ。よろしかったらご覧ください。どうぞ。今日はね、何をやってくれんのって話ですけどもね、今日はジャンボレモン。ジャンボレモンをね、皆さんにご紹介しようと思ってるんですけどもね、ジャンボレモンってもね、こう、以前ね、菊池レモン。お見せしましたね、これくらいのレモン。あれよりね、さらに大きくなるレモンですね。一番大きくなるね、ジャンボレモンだとね、1キロ超えちゃうようなやつがね、あるらしいんですけども、こちらの木、これがね、ジャンボレモンの木なんですけども、これね、今、花が満開状態になってきました。でね、ジャンボレモンを、まあ、日常管理っていう形で、いつもこうやって手入れしてるんですよっていうことをちょっとお話ししながら、花もね、満開になってるんで、まあ、人工授粉もね、その辺も兼ねてお話ししようかなと思ってます。それと、コメントの方でね、ちょっと質問を受けたんですけども、花がたくさん咲きましたと。でね、まあ人工授粉を、するにあたってですけどもっていう部分も、あったんですが、花がたくさん咲いたからといって、特に、ね、花摘みをする必要もないですよ。花はね、こう、大きな、つぼみと小さなつぼみがあるんですけども、小さなつぼみっていうのは受粉するようなつぼみでないので自然にこれ落下しますね。その辺ありますから、ちょっとその辺を詳しく、ご説明しながら、お送りしようと思ってます。まずですね、ジャンボレモンの日常管理、ジャンボレモンの日常管理って言ってもね、普通のね、他のレモンとほぼ変わらないですけども、まあ、土の状態、もう春になってこれからね、ぐーんと急成長していくじゃないですか。急成長していくにあたって、やはり夏っていうのはね、ほぼ毎日水をあげなくちゃならないんですけれども、その時に土がカチカチの状態ですとね、なかなかこう水が、浸透していかないもんですからね、その辺をまずチェックするってことですよね。それと、肥料の状態をチェックする。ね、3月に肥料を忘れずにあげているのか、それがね、こう、どういうような状態になってるかっていうのを見て、あとね、葉の状態ですね。葉がね、やはり今時期ね、こう花が咲く頃にね、あまりこう密集したところに置いておくと病気が、出やすい状態になりますから、その辺のこと。それと、日差しが、まんべんなく当たるかどうか。その辺もね、合わせてちょっとお話していこうかなと思うんですけれども、まず土の状態ですよね。土の状態ちょっと見てみましょう。まずね、土の状態ですよね、土の状態。土がね、カチカチの状態ですとね、なかなか水が浸透していかないんですけども、こう触ってみて、ね、触ってみて、こう、柔らかければね、お水が中にね、こう染み込んでいきますんで、これは大丈夫だろうっていうことでね、判断できます。それでね、あまり、こう、根のところにね、根詰まりが始まると、これ硬くて、なかなか刺さらない状態になりますし、ここに、すごい細かい根っこが上に浮き上がってくるんですよ。そうなったらば、本来植え替えの時期ですから、その辺もね、よくチェックしてみてください。でこういう葉なんかのね、いらないもの、それと、ゴミ関係、きちっとね、こう、整理してあげて、見るといいですね。で、肥料やなんかたくさん与えたりするとね、こう、土の表面、あまりこう、上がね、高くなっている場合にはね、少し取ってあげて、ウォータースペースもね、ある程度確保してあげましょう。こういった形で。こちらの方もね、ずっと見て。うん、こちらの方もね、土悪い状態ではないですね。結構柔らかい状態でいいと思います。土の方は、とりあえずね、こう、触ってもね、大丈夫そうなので、土の方は良しとしましょう。それから今度上ですね。表に置いてある場合にはね、こう風とか小さな虫とかがね、受粉させてくれますから、特には、大丈夫なんですけれども、室内で今までずっと育ててた方、ね、無風状態で室内で育てた方っていうのは、人工受粉をしてあげるとより効率よく、実がつくので、ぜひやってみてください。それで、この辺今、ね、たくさん花咲いてますけども、この辺の花っていうのは、ちょっと中を覗いてみればわかるんですけども、中に、雌しべがしっかりできてないやつあるんですよ。これ不完全な花なんですね。で、不完全な花っていうのは、
特に受粉はしないです。でちょっとこうやって動かすぐらいでポロンって取れてしまうんですよ。簡単にこうやって落ちてしまいます。こういうふうに、すぐ落ちてしまう。これはね、受粉しないです。それってこちらの隣ですね。こちらにある花ね、この大きな花と小さな花があるんですけども、ここもそうですね、ここもそうですけども、この大きな花、大きなつぼみと小さなつぼみ、この大きなつぼみの方は中にしっかりとしためしべがあるので、これが花開いた時には筆の先でちょんちょんとつついてあげれば、ここに受粉してきちっと実がつきます。人工受粉をさせてあげた後、あと見てほしいのをちょっとご説明します。人工受粉をした後ね、じゃあ何をしたらいいのかって言って、まず虫がついてるかどうかのチェックですよね。虫がついてるかどうか、その辺も、ぜひやってみるといいと思います。でこう大きくなってる木であればバサ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 切っていっちゃってもいいんですけれども、鉢植えの場合にはね、そんなね、たくさんの枝がついてるわけでもないので、まあ、ちょっと、考えながら、切っていくといいと思うんですが、まず枯れたような部分、枯れたような部分っていうのは落としてもらって結構です。それと、ちょっと虫がついてるような部分ね、虫がついてるような部分も落としてもらって結構です。でこういったようにちょっとね、すす病みたいなのが出てる部分、これもね、これ拭き取ってもいいんですけども、落としちゃってもらっても新しい葉がもう出てますからね、この新しい葉を成長させてあげれば何ら問題ないと思います。ね、鉢植えの場合にはね、たくさんこう切ってしまうというわけにいかないので、その辺ね、十分注意してやっていくといいと思いますよ。それとですね、枝の隅々まで太陽の光を当てたいんですよ。木のね、木の隅々まで太陽の光を当ててあげたいので、影になっていそうな場所、まあこれからね、こう葉が出てくるとね、影になってしまうような場所とかっていうのは切り落としてしまってね、いいと思います。これなんかもたくさんね、これつぼみついてるんですけども、ここもね、必要に応じて、切り落としてもいいと思います。で上の方に行って、やはりこの辺ちょっとね、整理してあげてですね、整理してあげてね、新しい葉がどんどん出てきていますので、新しい葉を、十分太陽の光に当たるように、してあげてみましょう。で中の方の葉がね、やはり太陽の光が当たらないとね、成長がやっぱり著しく遅くなるのでね、その辺もよく見てあげてください。こんな感じですね。でちょっと傷んでるような葉枝っていうのはね、やはり切り落としていっちゃってください。本来ね、もうちょっと暖かくなるね、前の段階で、ね、3月頃の状態で切ってしまえばいいんですけれども、まあ、花が咲き始めてね、邪魔になる枝、これはね、邪魔になるっていう部分では、今の時期でも切ってしまって大丈夫です。こういった形で、少し、間、新しい葉がね、出てきて、新しい葉にね、どんどん日の光が当たってね、光合成ができるようにしてあげるといいと思います。まあベテランさんはね、いろいろ分かっているので、こう慣れてるでさっさっさっさやっていくと思うんですけれども、まあまだレモン栽培始めたばっかりの方でね、こういうジャンボレモン、ね、ぜひやってみたいっていうんでね、購入されて、こう栽培していくにあたってはね、なるべくね、この日の光が十分に当たるような、枝をね、残して、他のね、日の当たらなくなるようなね、枝はカットしてあげるってことが必要だと思います。それでね、去年ここにちょっとテープ巻いてあるんですよね、接ぎ木テープが巻いてあるんですけど、
去年大きな実がなってこう枝がぐーっとなってきた時にこうバリバリって裂け目が入っちゃったんですよ。でこれ裂け目が入ってしまったんですけども、接ぎ木テープをぐるぐるに巻いておくことによってね、もうつきましたから大丈夫なんですけれども、ジャンボレモンの場合にはこう木があんまりこう太くない場合、木があまり太くない場合っていうのはやはり支柱を立てて上からこう吊ってあげるような状態を作ってあげる必要がありますね。実があまりにも大きくなるので、こうネットに入れて吊ってあげるか、もしくは枝の部分を、ちょっと上から紐で支えてあげるかっていう形で、やってみるといいと思います。マンゴーやなんかそうなんですけども、マンゴーやなんかはみかんのオレン赤いネットみたいなのあるじゃないですか、みかんを入れる赤いネットみたいな、ああいうやつをこうやって、吊るしておいて、で完熟するとそれがポトッとその、ネットの中に落ちるようにしてあるんですけども、ジャンボレモンもやはりそういったような養生しないと、ね、一つの枝に二つもなってしまうとね、これ枝裂けたりしますから、その辺がちょっと注意が必要かもしれないですね。こういった形で今日は、いろいろコメントをここ最近に本当に多いんですけども、その花について、花がたくさんねこう咲いてるんですけど適化しちゃってもいいのかとかね、あとは実がなった場合にこうたくさん実がついている場合にはどうしたらいいでしょうかっていう質問多いですけども、まあ適化、まあ花の場合にはね、自然に落ちますよと。で実の場合もそうなんですけども、セリラッカって言ってレモンは自分で育てられない分は自然に落としますから特に心配はないんですけれども、まあ落ちないで一生懸命くっついてるレモンあった場合にはね、まあ一つの枝でせいぜい二つぐらいしか、大きくすることはできないと思いますので、一つの枝にね三つも四つもついちゃってる場合にはどれかねこう取ってあげてね、適化してあげて、その他のレモンが大きくなるように、手段を講じてあげるといいと思いますね。それがだいたいね年間スケジュールの中にもありますけれども、まあ7月前後に、実がもしねあまりにもこうなりすぎてる場合には、適化するといいと思いますけれども、ぜひ皆さんもね、年間カレンダーね、年間カレンダーの方を再度おさらいしてみてもらって、ぜひ一生懸命栽培してみてください。ね、他のね、レモン栽培の方たちこう割とね、ざっくばらんに気楽にやってる方たち多いですからね、あまりこう神経質にならずにやってみるといいと思います。やはりね栽培し始めだとこう神経質になりすぎちゃって、あこれじゃまずいかな、これじゃまずいかなってね、結構心配しすぎちゃう場合がありますけれども、割とほったらかしといても実がつくもんは実がつきますから安心してください。結構いい加減だなと思ってるでしょうけどね。そんな形で今日はねジャンボレモンのお話ですね。今度にこのジャンボレモンに関してね、ちょっと支柱をねまだ用意してないので、支柱、それで支柱を立てて後でこうやったらいいよっていう部分をねちょっとやっていこうと思ってるんですけども、よろしかったらまたその時にねご覧になってみてください。それじゃあね今日もね、レモンのお話でね、ジャンボレモンですか、お話しさせていただきましたけども、よろしかったらまたご覧ください。それではさよなら。